皆さんこんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です、今日も私の著書、週刊手帳術の本の解説をしたいと思います。今日のテーマはですね、私の7つの習慣の、解釈ということで、第6の習慣です。で、今日のテーマはですね、第3案を出し続けるということで、この第3案っていうのは、平たく言えばアイディア、そんな話なんですけども、ちょっとそのただのアイディアじゃ、ダメというか、効果が薄いんですよ。そんな話をしたいと思います。で、この話をしようとしたときに、ちょっと、孫子の兵法、孫子というのは、古代の中国の兵法家の話なんですけども、ちょっとこの話すると、えらい長くなっちゃうんですけども、その中の有名なくだりがあって、敵を知り、己を知れば百戦危うからず。いう言葉が、あるんですけども、孫子っていう人を知らなくても、この敵を知りっていうのが、どっかで聞いたことあるぞみたいな、そんな人が多いとは思うんですけども、要するにですね、相手の力を知っていて、自分の力もこう分かっていれば、戦いというか、ビジネスだったり生活だったりに、向かったときに、楽にというか、安定して、実行することができますよ。そんな話なんですけど。で、この中の、その、知るっていう部分ですね。で、あくまでも、これって、要は戦いの方法になるわけなんで、知るという、その知るというのは、基本的には相手が望む結果だったりとか、相手が嫌がるような結果、だったりもして、それにこう 対抗するために自分はどう動くかみたいな、そういう、方法論であるわけなんですけども、この今回のその第3案っていうのは、どういうことかというと、その相手の主張することばっかりじゃなくて、その相手のこう望む結果の中にこう自分のアイデアをつけて、で、それで、もっとより良い1たす1が2じゃなくて3とか4とかになるような方法を見つけていきましょうというそんなお話です。なので、要するにですね、そこでこう相反するからって拒絶しないで、なるべくこうくっつけて何かこういいアイディアを考えていきましょうよという、その考えを止めちゃダメですよっていう話です。なので、その、いいか悪いかっていうのは、とにかく別にしても、こういうのどうですか、こういうのどうですかっていう形で、どんどんこう、アイデアを出していって、その中に、こう、相手も、そのね、私の言う主張を、こう、必ずしも、相手もこう反対の意見を持ってるわけですから、相手も相手で拒絶しないで、そのアイディアいいですねって言って、こう歩み寄っていって、2とか3とか4とかっていうふうになっていければいいかなというふうな考え方をしましょうということ。で、そのためには、その第3ということで、そのアイディアっていうのを常にこう出し続けていかなければいけないんじゃないでしょうかという。言ってしまえば、ごく当たり前の話なんですけども、ただ、その、考えることをやめちゃダメですよっていう、そういうことをお伝えしたかったということになります。ということ。で、この、孫子の兵法っていう中には、ちょっともっと、こう、いろんな考え方が、アイデアがいっぱいあって、で、そこでこう、相反する、その、相手側の方を必ずしもやっつけちゃおうとかっていう考え方じゃないんです。どちらかというと、戦わないで、このアイディアの方の力も自分の方に吸収しちゃいましょうみたいな。要は、相手の力も自分の力にできれば、もっと伸びますよね。
そういう考え方を持ってたりもするんですね。なので、こう、反対してるからって必ずしもやっつけちゃうっていう、そういう考え方じゃなくて、あわよくば、相手の力も取り込んじゃいましょうみたいな。そんなこう、したたかさみたいなものを持ってたりもするんです。まあ、そういう意味でこう、自分の中に持ってるこうアイデアをどんどん出していって、で、まあ、相手を納得というか、その説得じゃなくて納得いくような考え方を提供するということをしていけばいいんじゃないかなという、そんなお話でした。ということで、まあ、何かのヒントになればいいかなというふうに思いました。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。